シー人 VS ドタマ上がってきてください。ビートは変わりません。先攻後攻のじゃんけんお願いします。マイク後ろです。しおさんもできればもう一回ビート聞かせてください。お願いします。こちら見て戦っていただきます。先攻後攻のじゃんけんお願いいたします。それでは参ります。ベスト16最終試合です。先攻シージン、後攻ドタマ、ハー小説3ターン、hey. レディーファイブ、yeah. 2回戦舞台はここだ。ベテラン相手つけるトラウマ、コーラ以上に作るってドタマ、相手がドタマなんぼのもんじゃ。よラッパー全員こいつに中指立てろ、音源ダサイイコールバトル MC の典型的例がお前じゃ。1回戦俺に言いたいことがあるって言ってたけど、この程度何万回も聞いたよね。なんぼのもんじゃーってセリフも聞いたことある。何万回数なんぼのもんじゃー。俺の方が声でかいよ。シージンくん、シージンちゃんってちゃん付けで呼ぶよ。でもどことなく感じる親近感。でも俺が勝つの間違いねえな。あんな、なんぼのもんだって何回も俺てんの、何回も音源がダッサいからな。お前回転できないような MC なら真すら全くない。そう、俺が全員を代弁する。俺はお前がダサいと削り続ける。これがディステル、つまりはシッツトーク。このバトルがディスイズディスフォーユー。なるほど、そういう価値観もあるんですね。よくわかりましたわ。それぐらい余裕、こいつを殺す。あ、違うな、お魚だったら3枚に下ろす。それぐらい丁寧にいじってやるよ。てかおめえの方がダセーに決まってる。お前同期のケンティンちゃんのモノマネして1回戦ぶち上げて、その後大したこと言えない2回戦、マジでダサいっすね。俺バトルの話じゃなくて音源の話をしてるから、あんたのバトルのことはディスってないよ。そういう意味では先輩ですよなんて言っとくぜ。俺が高校生版ドタマだなんて言っとくぜ。でも違うのは音源とスタイルのギャップの差だよ。なるほど、そういう価値観もあるんですね。本当によくわかりました。音源ダサい、音源ダサいって2ターンも使うっていうことは、俺のファンだろ。めっちゃ音源聞いてくれてんじゃん。シージン君マジでお前最高だよ。バーカンで飲もうよ。俺酒飲まねえけど、お前だけ強制的に飲まして、アルハラみたいにしてやる。ここは戦場のバルハラ。はて、聞いていきます、聞きます。先攻シージン、後攻ドタマ、勝者ドタマになります。シージン、何かあったら喋ってってください。ドタマさん、バーカンで何かおごってください。僕頑張って音源作ってるんで、よければ聴いてください。あと2月19日仙台ピットで凱旋やるんで、もし暇な方いらっしゃったらぜひ仙台遊びに来てください。美味しい牛タン屋教えます。以上でした。みんなで行きましょう。